思いに慣れている、死にたい気分にも慣れている、でもこれが限界。Oh, my God.
大丈夫です。今宵お目にかけますは犬神一座の大サーカス。どうか一つ最後まで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 楽しんでてちょうだい。都合のいい女
男たちが踏み替えば生かす女さ、お前はさぞかしい生きるんだろう。流行りの服と化粧で星を振って街を行く、それ以上何が欲しいのさ。記念のこれもちょっと今ね、説明してないでしょ、あたいシンクロニシティー新曲は2曲だけど、あたたつのレパートリーはいっぱいにね、いっぱいあるから、今日はね、久々の曲をちょっと
なっちゃうかなと思います。でちょうだい、じゃあ週のベルス。夜に咲く花、黒い花、花と知らずに誘われて、SM 少佐まったく真剣なんてあったもんじゃないけれど、今さらしたばかしてしょうがないじゃないか。釈放中にパクられて再び帰ってくると、無理やり服を脱がされ身体検査が始まる。女には隠し場所が多いからだってやつらにとっちゃ安上がりなストリップさ。まったく人権なんてあったもんじゃない、けれど今さらにたばかしてもしょうがないじゃないか。あてもなくさまよって歩き疲れてしゃがみ、どうせ泣くの
本当に今年は暑いわね。エアコン20度でも効かない。ねえ、知ってる？毎年夏になるとライブハウスにはたくさんの霊が集まってくるのよ。自爆霊の冬霊、動物霊の背後霊。ほら、今日もたくさんの霊が集まってるわ。さあ、幽霊たちと一緒に踊るわよ。
階段首吊りの
神です。イエーイ。毎日暑いですけどもですね、まあ夏ですからね、皆さん夏といえば何を連想しますか？高校野球ですとか山登りですとかキャンプですとかいろいろありますけども、こう見えても僕はですね無類の夏好きなんですね。ですので一年中夏真っ盛りハワイ、こういうのが私大好きなんですね。行ったことないんですけども、脳内のハワイ旅行ではですね、ハワイに着いたらすぐにヤシの実をもいでそこにストローを刺してボコ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 ボとヤシの実のジュースを飲んでるわけです。ハワイはですね常夏の島ですからね。常夏の島ハワイ、常夏でココナッツ、常夏だけにココナッツ、ノンツテ。いい加減にしろ。字にふざけんなよ。自分ばっかりがハワイでココナッツジュースを飲むのが好きだ好きだとアピールプレイしやがって。俺の方が好きだからな。俺の方がハワイでココナッツジュースを飲むのは好きなんだ。もうハワイなんか行ったことねえけど、ハワイなんか行った暁にはもう何個食べようかすげえ迷っちゃうんだ。ハワイで何個食べるか、南国だけに、南国だけに何個食うか迷っちゃうなんつって南国待て何言うてまんねんお前。自分らな、今こと言うたら飽きまへん。でかハワイっつったらワイのことや。ハワイ言うたらワイみたいなところあるやろう。あるやろうと。いいか、ハワイのことは何でもワイに聞きや。ハワイのことは何でもワイに聞きや。ハワイだけにワイ聞き。あ、なんつって。さすが、その伏線だ、その一気に。さすがだ。慣れない。待って。ちょっと何？つまんないダジャレばっかり言ってさ、そんなんでいいと思ってんの？夏といえば何を連想するかって話じゃないの？いい？夏といえば海よ。海？そう、海。
海を見てると遠い記憶がよみがえるわ。私が生まれる前、人類が生まれる前の遠い記憶、形になる前の、まだ生き物になる前の遥かな記憶。命は海から生まれたのよ。深い深い海の底。
それ次じゃね。え、そうか。そうだよ。大したことねえ。イエーイ。今日は何のツアーファイナルだったか知ってるかしら。シングルデッドエンドキッズだ。ちょっと気にすんなよ。まだ新曲やってないと思わない？やりたい？
細かいこと気にするんだよ。やりたい。やろうぜ。新曲いくぞー。新曲いくぞー。We'll be right back.
しい。本当にここいつも出てたのよ。なんか呼んでもらったり、これをやってね、ワンマンやったり、何年だろう、だいぶ長いよね。ファブと同じくらい、下手したら。本当に今日は兄さんたちにね、ファブと俺みたいな思い出をね、ちょっと一人ずつ語ってもらうわよ。じゃあ、ジンニーお願いします。はい、どうも、ベースの井上慎です。ですね、まあ、ファブと同じぐらいって言ったんですけど、あのファブができたのが10年ぐらい前なんですけども、その時からですね、まあ、あのぶっちゃけて言うと事務所が近かったんです。あの物理的にすぐそこだったんですけども、まあ、そんなこんなでいろいろと出たりこう出させてもらったりしてですね、あのいろんなイベントに、呼んでもらったんですけども、あれですね、あの年越しとかやりましたね。やった、ね、あのやった年越しライブってあの、ね、10バンドとかいっぱい出てやるんですけども、あの僕らでカウントダウンやったんですよ。それあのここだけなんですよね。ありがとうございました、その説は。どうも、あのそこにあの映像を出すようになってるんですけど、そこでなんか3、2、1みたいな感じで映像も作っていただいてね、あの時は本当にあのよくしていただいたなと思って、まあそれ以来年越しイベントを呼んでもらってないんですけども、まあきっと何かあったんだろうなと思うんですけども、まあいろいろありまして、本当に、表参道ファブには思い出があるんですけども、中でもやっぱり一番思い出に残っているのは、そこのマクドナルドが潰れたことです。ありがとうございました。じゃあ、ジョニーちゃんお願いします。犬神ジョニーよねー。まあ、思い出は多分いっぱいあるんだけどさ、うん、意外と、思い返してみると、そのここでね、お話しして、って湧くようななんかおっちょこちょいエピソードとかさ、はいはい、意外とここでないの。例えばすごい機材がトラブってしまったとか、うんうんうん、なんかわーってなっちゃったとかなんだそれ、わかんないけど、うん、骨が折れたとかあみたいな何があーだよ、なんであーなんであーなんだ、まあ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 、そういうの意外となくてね。病気だったとかない？ここではね、ないような気がするんだよね。もっと他のなんか、ね、病気の時ってね、千葉が多いんだ。なぜか千葉系のライブハウスでやる時、病気の時多いんだけど。まあちょっとご存知の方、ご存知でない方多いね、いらっしゃると思うんですけど、いろいろ昨日の過去に書いた日記的なものとかをね、こうウェブに上げたブログ的なものとかを見てみたら、どうやらフェニックスはここで生まれてるんです。まあさ、白塗り学園、はい、あの来てるお客さんはいいけども、はい、来てないお客さんも半分ぐらいはいると思うんだよね。まあまあまあ、いらっしゃるでしょうね、うん、そか知らないかな、知らない人のためにやっぱりこう、ね、カメラの向こうでは全世界の方も見てらっしゃるんで、ね、あれは白塗り学園っていうね、そう、白塗り学園ってお芝居があるんですけど、あの中でやるもんであって、犬神サーカスさんっていうのはやっぱり硬派なものですから、僕は絶対僕は絶対そういうことはフェーありませんけどで、まあこういうなんか一発ギャグみたいのをね、こうちょっとまあ台本で振られてたことがあるわけですよ。でここでやったら意外とそれが受けてしまって、未だに持ちネタみたいになっちゃった。だってさ、うん、別にフェーとかぐらいにすればいいのに、すっごい本気でなんかすごいんだもん。だって面白くしたかった笑いが欲しかったんだ、ね、まあそんな、はい、フェニックスも生まれた、うん、この聖地が、まあ、うん、場所は残りますけどね、うん、場所は残ってますけど、
まあ、もうライブできることってあんまないのかな。そうみたいね、うん、と思うと寂しい限りですが、頑張りますので、頑張りますのでじゃない今日をね精一杯楽しみたいと思いますので、皆さんも一緒に楽しんでください。よろしくお願いします。お願いします。どうもドラムの犬神明です。ファブの思い出はたくさんあるね。でもやっぱりさっきジョニーちゃんが言ったようにね、トラブルが少ないんだよね。これやっぱりね、スタッフさんがしっかりしてるっていうのと、箱の作りもしっかりしてるっていうね、こんないいライブハウスがもう出れなくなると思うとちょっと悲しいものがありますね。中でもね、一番思い出深いのが大きいホラーなショーっていうのが昔あったんです。まあ、どういうのかというと、こう一本のね、こうお芝居になってるんだけども、途中で分岐する、マルチストーリーシステム、マルチストーリーシステムって言ってたね、うん、ただ2本分かるだけなの。拍手の多い方でストーリーが変わって声量が変わるみたいな。あのアマチュアバンドがこうデビューするかインディーズで頑張るかっていう分岐をこう迫られて、お客さんの拍手でこれどっちに行こうかって進むっていうね。インディーズで頑張ればっかりみんな選んでる。そうだね。ウケるみたいな。あのメジャーデビューした時ですよ。そうそう、みんな望んでなかったのね。まあ今となってはね。ウケる。結構ね、そのストーリーちゃんと作ったつもりだったんですね。で、もう順を追ってこう結構いいところに差し掛かった時に、その時2バスのドラムセットだったんですが、左のバスドラムの皮が破れてしまった。あったね、こうストーリーが中断してしまうわけですね、ここで、うん、これは困っちゃって、でも演奏できないから、これはね、何かでつなげなきゃいけないということで、お話を一旦中断して、こう前に全員出てね、モノマネ大会をやりました。そんなわけで犬神京子さんはありますか、パブとの思い出。私もあんまり失敗がないタイプだから。えって、なんだあたいがいつも正解なんだけど。そんなことを言いながら長いことここでやらせてもらって、結構映像が物販で売ってるじゃん、映像 DVD か、結構ファブでの多いですよね。ファブでやらせていただいてることが多いからね。PV でもファブ使ったことあったよね。あった、あの僕のやつ、そう、ね、1,2,3,4 3つの扉、そう3つの扉の3つの扉の、そうだ、ここで撮らせていただいたの、ライブ風景、昼間に、そうそう、朝に来て、まだこのライブの仕込みやる前にステージ空いてるからっつって使わせてもらってました。そう、街を歩いてる人をスカウトして観客役やってもらった、ね、そうそう、やってもらったのね。そう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 、本当に本当本当本当、いれば出れたのに。あと、あきら兄さんが個展やった、あ、絵のね、絵描いたやつ、そう、1ヶ月間やりましたね。あとは赤猫でも出してもらったでしょ。出してもらった、習字書いてさ、習字書いて、今年習字書いて、そう、あたいね、書いたの覚えてるもん。あんまちょっとあれだけど、まあそう書いたのよ。あと何、もういっぱいあって、で今日終わんないわよ、こんな片手たら。どうしよう。でも今日でそのファブさんがおしまいなのよね。でもあたいたちこんなやりたい放題のね、白塗りのバンドをさ、温かく育ててくれた表参道ファブ、そのためにもあたいたちはまだまだ死ねないわー、あたいはまだ死ねないわー、むしろ死にたくない。いい、それはみんなも一緒の気持ちだと思う。これから一緒に叫ぶわよ、あたいのカウントの後に。手拍子なんかしてる場合じゃないの、あんた。死にたくない。
くな。早く手挙げて全員。いい？もう一回行くわよ。さすがバッチリね。今回あ間違った、今度は4回叫ぼうよ。いい？死ぬ気で死にたくないって叫んでちょうだい。行くわよ。ワンツーワンツースリーフォー。死にたくない、死にたくない、死にたくない、死にたくない。
Thank you.
Stop!
代表校。